こんばんは、三輪忍です。今回は鹿島さんの最後の一人。それではどうぞ。問題は、1、前島、山田、和田を殺した犯人は誰か。2、日記を書いている俺は誰か。男が日記を読んでいる。7月9日、山田と無人島へ遊びに行く計画を立てる。何でも6泊7日、1週間の無人島体験ツアーってのがあるらしい。1週間分の食料とキャンプ道具は旅行会社から支給され、俺たちはその間、貸し切り状態の無人島で遊び放題。費用は1人5000円。貧乏な大学生には何とも夢のような話だ。しかし参加人数は上限が決まっている。さて、他に誰を誘おう。7月12日、無人島に遊びに行く話をしたら予想以上の人数が集まった。しかし残念ながら全員は無理だ。口論の末、じゃんけんで無人島に行くメンバーを決めることになった。なぜか計画を立てた俺や山田までじゃんけんに参加することになった。俺たちの意見を無視して壮大なじゃんけんバトルが始まる。なんとか勝った。山田も勝ち残り、ほっとした顔をしている。8月1日、前島、山田、和田、俺。見事に男ばかりが集まった。むさ苦しい無人島生活になりそうだ。8月2日、早速問題発生。この無人島、携帯、スマホなど一切通じない。何かあったら無線機を使うしかないんだが、前島がふざけていじっているうちに壊してしまった。まあ何もしなくても一週間後に迎えは来るんだが、少し不安だ。8月3日、朝みんなが起きると前島が波打ち際で死んでいた。なんでこんなことに。よく見ると前島の首には誰かに絞められた跡がはっきりと残っていた。8月4日、なんとか旅行会社と連絡を取ろうとするが、無線機は相変わらず壊れていて繋がらない。なんでこんな島に行く計画を立てたんだと、和田が俺と山田を責め立てる。和田と山田が殴り合いの喧嘩を始めたので、俺たちは山田と和田の体に必死にしがみつき、抑える。その後、和田は手を振りほどき、一人森の中へと消えていった。8月5日、山田が息をしていない。山田の首には誰かに絞められた跡が。もしかすると、和田が？和田の姿を探して森の中を探し回るが、どこにも見当たらない。小さな無人島で隠れるところなんてそうそうないはずだが。8月6日、こんな非常事態でもお腹は空く。仲良く並べられた前島と山田の死体を尻目に、レトルトのカレーを熱湯で温める。カレーがうまい。うますぎて涙が止まらない。8月1日、前島、山田、和田、俺。みんなで電車に乗り、ワイワイ騒ぎながら無人島での生活に夢を膨らませていたことを思い出す。炊事場で食べ終えた食器をカチャカチャと洗いながら、血のように真っ赤な夕日を眺める。こんな環境、一人きりで耐えるなんて無理だ。早く和田を見つけてあげないと。8月7日、和田の姿を探して森の中を探索していると、真新しく掘り返された土を見つける。土の中からは青白い手が突き出ている。まさか、そんなはずは。そう思いながらも俺は土をかき分ける。土の中に埋められていたのは和田の死体だった。和田の頭には殴られた跡があった。死体の様子から察するに、少なくともつい先ほど殺されたというのではないらしい。もしかすると行方不明になった直後にはもう。8月8日、夕方になれば迎えの船がやってくる。俺はただひたすら砂浜で迎えの船を待ち続けていた。前島、山田、和田。死んでしまった友人のことを思い出すと涙がこぼれる。もしもの時のことを考えて、俺はこの手帳を壊れた無線機の中に隠すことにした。もし俺が死んだら、ここで起きたことすべてをみんなに伝えてくれ。
この手帳をすべて読んだ人ならもう犯人はわかっているはずだ。早く、早くこの日記を隠さなければ。以下、警察の調査記録一部、箇条書き。被害者たちは同じ大学のサークル仲間で、旅行会社の6泊7日、無人島体験ツアーに参加。迎えの船が無人島に訪れる直前、丸々海沖にて大地震が発生。船は津波によって流され、ツアーを企画した旅行会社も自社ビルが倒壊。大規模な混乱の中、彼らの存在は忘れられていた。無人島は津波の発震源より沖にあったため、津波の被害は免れた模様。家族、友人の捜索願いにより、彼らが無人島に取り残されていることが発覚。海上自衛隊の捜索により、4月1日、前島、山田、和田の死体を無人島にて発見。無人島内で1名の生存を確認。生存者は持ち込んだ食料を少しずつ食いつなぎ、現在まで何とか生き延びた模様。極度の疲労と恐怖により錯乱している。問題。1、前島、山田、和田を殺した犯人は誰か。2、日記を書いている俺は誰か。それでは回答編でお会いしましょう。お相手は三輪忍でした。